鹿島は21日、MF 梅鉢唐突費で、25が J2 金沢へ完全移籍することが決定したと発表した。梅鉢は2011年、関大一高から鹿島に加入。16年には山形に期限付き移籍し、今季は鹿島に復帰したが J1 リーグ戦の出場はなかった。梅鉢はクラブを通じてコメントを発表鹿島からは、この度、 金沢に完全移籍することが決まりました。僕は今年、チームの掲げた目標達成のため自分にできることがあると信じ、アントラーズへ戻ってくる決断をしました。今季、リーグ以外のタイトルを失うことが決まった前手の試合を、僕はベンチから見つめ、力不足を怖く感じました。それでも、チームメイトからの信頼を感じながらプレーできたこと、 日本最高の選手たちの背中を見ながらプレイすることで、僕は今年、大きな自信を手に入れることができました。この経験を活かして、自分自身を高め続けていこうと思います。もうアントラーズのために戦うことはできないけれど、ここには最高のファミリーがいます。また笑顔で再会できるよう、戦い続けたいと思います。7年間、ありがとうございましたとメッセージ。 新天地となる金沢を通じては、試合に出て自分を高めたいと思い金沢へ移籍することを決めました。2年以上も試合に絡んでいない僕を評価してくれた監督、クラブに対して、自分の全てを賭けて戦う準備ができています。プレーを通して伝えたいことがあり、プレーをする中で感じたいことがあります。チームの勝利のために、前手を注ぎますと意気込んだ。